日本で標準的なプライヤープライヤーの正式名称はコンビネーションプライヤーである。ペンチよりも開口範囲を大きく取るためピボットがスライド構造となっている工具。大きなものを挟む場合、ピボットを握り方向にスライドさせることで先端部分が大きく開く。通常のペンチよりも挟めるものの範囲が多いため自動車の車載工具によく採用される。 英米ではペンチを含むハサミ工具全般をプライヤーと呼ぶ。ピボットがスライド構造の日本で標準的なプライヤーはその中の一種でスリップジョイントコンビネーションプライヤーに相当。コンビネーションの名前は日本語で複合機能の意味があり、物を先端で挟み、顎の中央部で掴み、結合軸付近で難光線を先断切断するという3つの機能があることから来ている。 その他には、例えば、ニードルノーズプライヤー、ニードルノーズプライヤー、ロッキングプライヤーなどと、それぞれプライヤーの中の一種として扱われる。人類が火で料理する方法を発見した時から、料理したものをかむ何らかの道具はあった。熱いものを安全に取り扱うために使われる道具は、通常やっとこと呼ばれている。そして、人類が金属で工具を製造することを学んだ時、プライヤーも、 金属で製造され始めた。金属製プライヤが最初に使用されたのはヨーロッパで紀元前2000年頃との記録がある。プライヤが作り出されるまでやっとコは金床で真っ赤に加熱された鉄を移す時にそれを掴むことに使用された。この例はやっとコを使っているギリシャの神ヘイパイストスのイラストによって示されている。そしてその形は 現在まで当初とほとんど変化のない形状で残っている。プライヤーを考える大きな原則の一つは、その形状が機能に従うということである。人類は物を掴む問題に遭遇したその時同期に問題を解決するためにプライヤーを設計した。これにより、たくさんの異なるデザインのプライヤーができた。馬に停鉄を履かせたり、鋭い有刺鉄線の垣根を張ったりすることのような、 特定の仕事で働くための人たちが使うプライヤーがある。そして、ワイヤーを切ることや、スナップリングファスナーのような一つの機能のためにだけ設計されているプライヤーがある。また、それとは逆に例えば、ネジの切断、ワイヤー切断、ワイヤーの絶縁体の皮むき、コネクタの圧縮も一丁でできる多機能なプライヤーもある。これにより、 今日生産されるプライーのモデルは驚異的な数の異なるモデルとなった。現在、一般的に使用されるタイプとして約100種類はある。しかし、プライーのモデルの圧倒的な数は、プライーをどんな工具箱の中でも最も役に立つ工具の一つとした。やるべき特定の仕事がある場合、そしてそれがプライーを必要とするなら、 その仕事のために設計されているものを発見することは容易である。すべての手動工具に言えることであるが、プライヤーは人間の手の効果を高めるために作られている。プライヤーは手この原理に従って設計されており、顎、または先端でより大きな力に握り部の小さい力を変えることができる。プライヤーで大きな力を出す場合、 左右の本体を接合しているリベットの中心から、掴み部や切断陣までの距離をできる限り小さく、そしてハンドルの握り部までの距離を大きくする。ただし、エレクトロニクスや精密機器の場合は、多くの場合それほど大きな力を必要としないので、狭い場所での作業も、より簡単にできるようにコンパクトなタイプになっている。プライヤーの最も一般的なタイプの個別の呼び名は、 コンビネーションプライヤーラジオペンチニッパ、メカニックプライヤーウォーターポンププライヤーである。コンビネーションプライヤーの結合部方式はレーボ温ジョイント方式という。プライヤーの左右本体はリベット止めかボルトナットにより組み合わされているレーボ温ジョイント方式のプライヤーが一般的である。通常アゴ管の距離がハンドルを90度開くと軸の細くなっている方向と本体口のスリップする。 方向が一致して、穴の狭いところを通って、隣の穴にスリップして、口の開きを調節できるように結合軸と、本体溝辺形状が設計されている。これにより、プライヤーの歯は異なる大きさのものを掴むことができる。設計により、顎は2つ以上のサイズに調節することができるが、コンビネーションプライヤーは2段階調節である。結合部が、ラップジョイント方式の例は、 ニッパが代表的である本体と一緒に研磨されたこの種のジョイントを見ると、ハンドルの結合部リベットが固定され、プライヤーのハンドルは結合部を回転中心に回る。この種の結合部を製造する方法は、ジョイントリベットの両端をかしめるタイプと、もう一つの方法は、実際に一つの単造ハンドルと一体となっている結合軸に他のハンドルを挿入後、 一体軸先端をかしめて保持させる方法がある。これらの種類の結合部は非常に隙間なくしっかりと組み合わせられる。ボックスジョイント方式の例はウォーターポンププライヤーで見られる。この種の結合方式はプライヤー本体の半分がプライヤーの残り半分の本体の切れ込み溝に通される。その後、顎を多くの異なるサイズに合わせることができる特別なボルトを取り付ける。 ウォーターポンププライヤーは、硬化された特殊合金鋼でできているので効果であるが、大部分の難攻性プライヤーより過酷な作業に使うことができる。ボックスジョイント結合方式は、最初の2つの結合方式より適用されるプライヤーが少ない。プライヤーは、合金か非合金工具鋼の単造品である。標準タイプは0.245%の炭素、含有量の工具鋼が使用される。 最高品質で協力品は、より高い炭素が有量か、クロムやバナジウムなどを含む材料から作られる。トヨタの車載工具として採用されている、コンビネーショプライヤー使用方法は、挟んだり加えたりする場合には、小さいものは先端を用い、大きいものはオーブのギザギザ部分を用いる。また、針金や細いケーブルは、ジョイント部よりの挟み部分で、 カットできる構造となっている。一般的なプライヤーの他に加え部に特色を持たせたタイプを下記に示す。いろいろなタイプのプライヤー、ウォーターポンププライヤー、ローボグリップロボグリップロッキングプライヤー、トーマスズットン、ザハンドツールズマニュアル P43、P44、2007年発行。 TSTC Publishing ISBN 978-1から934302から36から1トーマスズットンザ・ハンドツールズマニュアル P52P54 2007年発行 TSTC Publishing ISBN 978-1から934302から36から1技能士の友編集部作業工具の使い方126ページ 2002年8月25日13版発行。株式会社タイが出版。ニッペックスヒストリー、ハットイエヌチャニルロック、ハットユーエスパッド195万362、エスパッド259万2927、ハットツールズゼアンド i r ユージズ、ドーバーパブリケーションズ、インク、inUSA、P50。 ISPN97804 か0220222セルフ。アジャスティングユーティリティプライアーパテントナンバー。465万1590か。USPTO トレードマークスローボグリップ。レジストレーションナンバー。164万6651。USPTO トレードマークス付け。新聞ピッツバーグポスト17.1993の記事。 Google Patent US2007-016959-2A1YPO 国際公開番号を2004-103646国際出願番号 PCT EP2004-005537HAT WESLES LIVING HISTORY FARM v i c e GRIPHAT US1489458US パテントナ、no. ンバー1489458 http://www.asktoltalk.com articles tolhistory vis e-grip.php プラス2010年2月25日へスラン。トレードマークバイス grip ハットトーマス。ズットンザハンドツールズマニュアル P73。2007年。 発行。TSDG Publishing ISBN 978から1から93万4302から36から 1US283 万8973。工具の本21113ページ。2010年3月5日13。発行。株式会社学研パブリッシング出版。工具の達人77ページ。 2007年1月27日株式会社講談社さ水社発行。ありがとうございます。